さあ始まりましたワンキャリ企業説明会。この番組は様々な企業を徹底的に分析し、その魅力に迫っていく、そんな番組です。今回はこのような流れで番組を進行します。まずは会社説明、続いて5クエスチョンズです。3つ目が就活生が本当に知りたいあの質問、この流れでお話を伺っていきます。今回ご出演される企業は国際協力機構 JICA さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まだまだ暑い日続いていますけれども、夏はどんな風に過ごされましたか？そうですね、日本国内いろんなところに、はいはい、出かけたりですとか、あとずっとサッカーをやってますので、月に1回ぐらいですけれども、35度とかそういう中で、はい、今でも若手に混じって頑張っておりますという感じです。はい、じゃあ暑さに強いんですね。いや弱いです。弱いです、はい、今日は元気は大丈夫ですか？はい大丈夫です。わかりました。涼しいお部屋をご用意いただきましてありがとうございます。何でもない、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。まずは会社説明お願いいたします。はい、ではですね、ここから JICA の概要説明ということで説明をさせていただきます。はい、まず簡単に自己紹介をさせていただきます。2015年に新卒で JICA に入りました大河原誠也と申します。現在人事部で人事企画課というところで採用に関する仕事をさせていただいておりますが、これまで3部署を経験しておりまして、南アジア部というところでインドの仕事をした後、2年間ですね経済産業省に出向という形で行っておりました。その後3年間エジプト事務所に駐在をしておりました。こんな経歴を持っています。左上に自分のキャラクターというかハッシュタグでいくつかキーワードを書いたんですけれども、先ほどあったサッカーですね、サッカーサークルでキャプテンを務めて、リーダーシップ追求してきましたみたいな話、これを就職活動、JICA の選考でもお伝えしておりました。あと途上国経験なしというところと、あとですね中央省庁ですねと迷って JICA に決めたという経歴経緯がございます。今日はよろしくお願いします。早速ですけれども、国際協力とはというところで、国際社会全体の平和と安定発展のために開発途上国地域の人々を支援することというふうに定義をされます。現在ですね、うちの理事長は複合的な危機の時代にあるという表現をしているんですけれども、こちらに書かれた貧困ですとか、気候変動の影響、インフラ不足、そういった課題がですね、特に途上国と呼ばれる部隊で顕著に発生しているというふうに考えております。国際協力をですね担うアクターということで、JICA だけが必ずしも国際協力に携わっているわけではございません。上半分はですね本業として、日本政府と同様に、JICA を本業としてやっておりますが、右手にあるようにですね国際社会を代表して国際機関 NGO といった方々もおられますし、皆さんとの関係では左下民間企業という立場でもますますですねこういった社会課題を解決していくということをビジネスそのもので取り組んでいる、そういった方々も増えているというふうに認識をしています。その中で JICA がどう特別かというところですね、一言で JICA の仕事を表すと ODA による開発途上国の国づくりというふうに表しています。 ODA というのは細かい定義あるんですけれども、簡単に言うと公的な資金を活用してということで、 JICA は公的機関、政府系機関になります。国づくりというところは、後ほど詳しくお話しできればと思いますけれども、例えば私が駐在したエジプトであれば、エジプトが将来こういった国を目指したいという思い、ビジョンをですね一緒に作るお手伝いをするということを考えております。2003年に今の形になったんですが、実は今年 ODA70 周年ということで、様々な形態を変えてですね今に至る機関になります。目的のところ、途上国のサポートをしますという前半色を塗ったところはもちろんなんですけど、ポイントとしてですね後半色を塗ったところ、日本だったり国際社会の発展にする、こういったことも組織の目的として法律に定められています。職員数2000名弱で事業規模3兆円弱ということで、比較的ですね少ない人数で多くの事業を展開していると言えます。拠点としては本部東京だけではなくて、北は北海道から南は沖縄までですね国内拠点と、あと海外の拠点がですね96箇所ございます。はい、でこちら JICA の協力についてなんですけれども、左手にあるように様々な分野課題、これを扱っております。で右手にあるようにですねその課題に対して取り組む方法、メニューも様々ございますと
というところで、まあ、もしかするとボランティアのイメージ強いかもしれませんが、同様にですね、より専門性の高い方々を現地に派遣するような技術協力ですとか、お金を通じた協力、これも多くやっておりますし、一番下ですね、民間連携といいまして、特に民間企業の方々と一緒になって課題解決を行っていく、こういった取り組みもますます拡大しております。こういった課題とメニューを組み合わせながらですね、常に相手国のニーズに対して JICA からこう具体的な提案をしていくという協力を展開しております。2つだけ私自身が関わった事例をご紹介したいんですが、1つはですね、スタートアップとの協業ということで、忍者ビジネスプランコンペティションというふうに呼んでおります。エジプトに行った時に、エジプト現地のですね、スタートアップのイノベーションへの活力を通じて社会課題の解決をということで、JICA がスタートアップと連携するというのは最近始まった取り組みなんですが、私もですね、現地事務所でその最前線を担当させていただきました。続いてですね、エジプト日本科学技術大学、通称イージャストと呼んでいる、これはエジプトにある国立の大学づくりを10年以上前からですね、 JICA として日本のいろいろな大学の協力を得て実施してきたというプロジェクトになります。はい、これは非常にシンボリックなプロジェクトで、写真にあるんですけれども、エジプトの大統領がですね、実際訪問いただいた時には、日本とエジプトの協力関係のシンボルだというふうにお褒めの言葉をいただいたプロジェクトになります。はい、で続いてキャリアの話を少しだけさせていただきますと、 JICA はですね、このジョブローテーションということで、部署移動が2年から4年に1回ある仕組みになっております。総合職という一つの窓口で の募集になります。で海外事務所への配属が必須というのも一つの特徴で、96箇所ございますが、こちらへの駐在というのがやってきますというところですね。で最近人事制度改革というのを推し進めておりまして、より早い段階、具体的には8から10年目に基準人材、すなわち一人前ということで、自律的な一人一人のキャリア形成、これを後押ししております。まあ、自分自身がこういったキャリアを歩みたいという思いをですね、具体的に形にしていくために、さまざまな制度をこちらを人事部の方で用意しておりまして、一番上の新入職員海外 OJT というのは、1年目の間にですね、およそ3ヶ月実際に途上国の事務所に派遣をされてですね、プロジェクトに具体的に携わりながら学んでいくという研修になっております。これ新卒皆さん提供されます。またですね、より専門性を深めたいということで、修士への留学、こういったものをできますし、4番ですね、具体的には社内インターン 10% 共有ルールというのは、社内でこう副業のようなものができる仕組みになっております。はい、でこちらで最後ですけれども、JICA で身につく力ということで、詳しくはまた後ほど深掘りできればと思いますけれども、特にですね、我々が途上国での現場で相手にしている社会課題というものは、答えが単純ではなかったり複雑に絡み合っていて、なかなか答えそのものって何だろうというところ、こちらをですね、自分の頭で、また周りの人との議論、ヒアリングの中で構想するというところが出発点にあると思います。そこで皆さん自身のですね、こう想像力とか人間性とか、そういったものが生きてくるのかなと思っておりますし、さらに JICA だけで解決をするということは到底ありえませんので、さまざまな人たちと一緒に手を取り合ってチームとなってやっていくために、周りの人を動員していく、巻き込んでいく、さらには提案しっぱなしで終わりということではなくて、途上国の現場にきちんと届けていくと、やりきるということ、この点を非常に大事にしておりまして、在外事務所96カ所あってですね、そこでは現地のエジプト人スタッフたくさん働いています。一緒になってこういった協力のプロジェクトを最後までやりきる、そういったことが仕事を通じてですね、求められていきますし、仕事しながら身についていくというふうに考えております。はい、ご案内を簡単にさせていただきますと、ホームページにおいて、様々な、インタビュー記事ですとか、 JICA が時代の変化に伴って最新 の取り組みということで展開している内容をご紹介しておりますので、ぜひご覧いただければなと思います。またですね、このキャリア教育プログラムというマイページ、こちらを設けておりますので、今後ですね、インターンシップですとか、さまざまな職員座談会、皆さん自身のこう理解を深めていただく機会、これをどんどん展開していきたいというふうに思いますので、少しでも関心のある方はぜひご登録いただければなというふうに思っております。はい、私からの説明は以上となります。さて、ここからはさらにいろいろと深掘ってお話を伺っていきます。
改めて今回のトークテーマ見てみましょう。こちらです。このような5つの質問をご用意しています。上から順に伺っていきます。早速1つ目の質問はこちらです。社会課題の解決に焦点を当てた組織で、民間企業とは少し違った方向性で事業が行われていると思いますが、 JICA にしかできない課題解決、社会貢献は、こちらから伺っていきたいと思います。はい、はい、そうですね、先ほどの概要説明でも簡単に触れたんですけれども、はい、我々キーワードはこうつなぐっていうことかなというふうに思ってます。つなぐというのは、一つはですね、やっぱり途上国の社会課題が起こっている現場、これを JICA は持っているというところですね、はい、この現場の課題に対していろんな人たちが関わっていく、それをですね、ある種こう公的な機関としてつないでいく、はい、それが一つなのかなというふうに思ってます。でもう一つがですね、現場と、あとやっぱり JICA は政府系機関として、はい、日本政府の方針ですとか、あとはですね、日々仕事をする相手っていうのは途上国の政府の人、大臣の方とか、はい、その下の次官の方とかですね、まさにその国の将来を考えている方々ですので、そういった人たちとの関わりを通じて、この政策と現場、これをつないでいくっていう役割もあるのかなというふうに思ってまして、こういった政策と現場の間をつなぐ、さらに公的機関と民間、もしくはさまざまなパートナーの間をつなぐ、はい、そういった真ん中にこう JICA は、いるのかなというふうに思っております。はい、ありがとうございます。今のお話にもつながってくると思いますが、だからこそ、できることであったりやりがいもあるかと思うんですが、はい、そのあたりはどのようなものがありますか？そうですね、少し抽象的になってしまうんですけど、はい、やっぱりこう課題をそもそも何が課題だろうっていうことを考えることであったりとか、はい、その解決に向けて、じゃあ誰が何したらいいんだろうっていうことで、当然こう関わるそれぞれの方も別にボランタリーに関わっていただくわけではないので、それぞれの方が何を目指して関わっていくのかっていう、そういういろんな人の考え方、立場、価値観、はい、思いみたいなことをこう JICA としていかにこう結集できるかっていうのは、なんかこう単純にこうペーパーワークというよりは、はい、自分自身がそういった声に触れることですとか、現場に足を運ぶとかですね、そういったことを持って初めてできることだと思うので、はい、それがこう難しさでもあるんですけど、同時にこうやりがいなのかなというふうに考えております。もう本当に政府系機関だからこそできることって間違いなくありますもんね。そうですね、今サステナビリティとか SDGs とか、はい、そういったキーワードの中で、はい、その官民の垣根っていうのはもしかするとこうだんだんなくなってきているというふうに思っていまして、民間企業の立場でもさまざまな途上国の課題に向き合うっていうことができるようになってきているとは思うんですけれども、そういった中でこう JICA も役割がより変わっていったりとか、当然変わらない部分とこれから時代に合わせて変わっていく、両方あるのかなというふうに思っております。では具体的にその民間企業とどのような違いがあるのか、はい、ぜひそこを教えていただきたいんですが、はい、いかがでしょうか？そうですね、民間企業の皆さんはあくまでやっぱりこう事業性といいますか、はい、きちんと収益を上げられるか、そういったところが一つ分水嶺になるのかなというふうに思うんですけれども、JICA もですね、事業の効果とかそういったことをなんか度外視して世の中にいいことをやってますというわけではないんですが、ただですね、民間企業の立場ではなかなかリスクが高くてできないような事業ですとか、収益が上がらない事業ですとか、あとは時間軸という意味でも、なかなかこう短期的に何かということだけではなくて、公的機関である JICA の場合はその国の20年30年50年っていうスパンで継続的に関われるっていうのも JICA ならではなのかなというふうに確かに本当にもうその国の未来を考えていくということですもんね。はい、そうですね、やるべきことは当然たくさんあるんですけれども、今この瞬間現実で起こっていることだけではなくて、将来、その国自身がどうなりたいかとか、さまざまな国際的な動向を踏まえて、やるべきことっていうのを戦略的にこう考える部分とかもたくさんあるかなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、では2つ目の質問に参ります。2つ目の質問はこちらです。
岡原さんは南アジア部経済産業省への出向、エジプト事務所などさまざまな業務をご経験されていらっしゃいますが、具体的な業務体験について伺えればと思います。実際に業務の中で感じたやりがいや大変さ、こちらはいかがでしょうか。はい、絞るの難しいですよね。ですけど、はい、はい、JICA の場合はですね、駐在っていうのがよくフューチャーされるんですけれども、当然本部東京にいながらも出張ですとか、途上国に足を運んで現場の方々とやり取りする機会っていうのはあります。で、その話をすると思いきや結局事務所の話をするんですが、はい、エジプトに駐在をしていた時に、先ほどの事例としてご紹介したプロジェクト、忍者と、もう一つでしたね、あと大学のイジャストという大学の案件、はい、うんうん、これどちらも非常に思い入れがあるところです。はい、忍者の方に関してまずお伝えすると、はい、やっぱりこうなかなかJICAが現地のスタートアップ企業と直接ですね、うん、はい、ある種契約を持って、実は文脈としては、コロナがあった時に、はい、やっぱコロナ禍においてなかなかこう目まぐるしく目の前の社会が変わる中で、うん、はい、エジプトの民間企業であり、エジプト社会そのものも併用していて、そういったこう課題に向き合っていく時に、JICAとしてもですね、じゃあエジプトにそのエジプトのために頑張っている若い優秀なスタートアップ起業家の方がいるじゃないかということで、ある種そういう、ビジネスアイデアをですね、はい、募って JICA としても応援するものを選んで支援するということをやったんですが、今までそのなかなかスタートアップと直接協力した経験がないので、はい、いかにこうスタートアップの方に組んでもらえる JICA であるかとかですね、どういった価値が提供できるんだろうかとかっていうところも手探りでしたし、手続き的な部分でも、はい、なかなかこう柔軟にいかない部分とかのをうまく活用して、じゃあやるべきことをできるかっていうところは結構ですね、いろんな人が頭を使って考えた上で、実際に4社エジプトの場合は、はい、50数社応募があったんですけど、そこから自分でこう提案を読んでですね、4社選んで、その方々のビジネスの成長っていうのを一時期こうご一緒できたっていうのは非常にやりがいがあったかなと、開拓しているっていう感覚は非常にあったかなというふうに思います。なんか正直なんだろうな、硬いとか、はい、守りのイメージがあったので、はい、スタートアップと組むことがあるんだ、ちょっと驚いたんですけど、はいはい、そうですね、やっぱりそのかつては答えまで JICA が探して導くみたいな考え方あったと思うんですけど、はい、やっぱり民間ベースでいろんなアイデア、イノベーション、そういったことが起こっている中で、なんか我々自身がこう部屋に閉じこもって考えるだけというよりは、課題そのものをポンとオープンに出した時に、そこにこうじゃあ自分たちはこういうことできるって方に結集いただくって方が、もしかするとより早くより本質的な解決につながるってこともありえるかなということで、多分我々にとっても挑戦ではあったんですが、そういう実例を作れたっていうのは今後につながっていくのかなというふうに思ってます。はい、実際その授業は何が一番大変でしたか。そうですね、結構契約とかって、はい、先ほど固いということがあったんですけど、我々って説明責任がどうしてもあるので、じゃあこの公的なお金を使う必要があるのか、はい、無駄ではないのか、何のためになるのかっていうことを当然担保しながら、とはいえ挑戦する部分っていうのに使っていくっていうのは、なんかこう妥協ではないんだと思うんですけれども、なんかその必要なものを充足しながらやるべきことをやるっていう、なんかそこのすごい大きい話をしているでも、手元はもう契約上どうするかとか、そういう地味な話、粘り強い話も含めてなんですけど、その先に初めてじゃあこのスタートアップに数百万円お金が出せましたっていうところで、それを活用したスタートアップに感謝をされて、事業自身が大きくなっていくっていうところも共有できたので、やっぱりなんかこうJICAみたいな機関がそういったエジプトの現地の人たちに貢献する部分っていうのは肌で感じられたかなというふうに思っております。実際そのビジネスというよりは発展途上国のためにというものを掲げて取り組んでいらっしゃるように感じるんですけれども、はい、業務を行う上で大切にしていることってどんなことなんですか。はい、そうですね、
日本の ODA というか国際協力開発協力というのは当然日本のためっていう要素もあって、はい、まあ、そこに貢献していくっていうのもあるんですが、やっぱり我々常にあの途上国に目を向けて、途上国の人たち、これも政府だけではなくて、まあ、一般で生活している人、学校で学んでいる子どもたち、まあ、いろんな人の声を聞くっていうこと、うん、これが大事かなと思っていて、まあ、例えばエジプトに行きましたって友人に報告すると、はい、まあ、ピラミッドねっていうところから、うん、じゃあ自分の中でいかにこうエジプトというものを、はい、あの深く理解できるか、まあ、そのためにエジプト人の友人ができたりとか、はい、当然ピラミッドを見に行きましたけれども、まあ、そういったこうなんか一人間として、はい、その国とかあの固定観念ではなく、うん、自分の言葉でその国についてこう知っていくとかっていうのは常に大事にしております。はい、の先ほど企業説明のところで2つの事例を挙げていただいたじゃないですか、はい、その実際にこう走り出して周りからの声、例えば現地の方からどんな声をいただきました？あ、そうですね、まあ、直接こうご一緒したあのスタートアップの方々からはまさにこうあの研究室でやっていたアイデアみたいなのを形にするって、はい、本当にこう最初の、うん、まあ、シードとかインキュベーションとかっていうステージをご一緒したので、まあ、JICA みたいな機関に応援してもらえると、まあ、それ自体がこう彼らの次の投資につながるとか、はい、まあ、ネットワークですね、JICA がこれまで他の分野でやってきたことから、うん、じゃあご紹介できる人脈があったりとか、まあ、そういったことは直接的に非常に感謝をいただきましたし、まあ、そもそもエジプトの企業の方々とかにとっても、はい、JICA ってそんなこともやってるんだなっていう新しいこう、はい、なんでしょう、あのパートナーとしての認識っていうのが、あの広がっていったっていうのは、まあ、まさにそういう副次的な、はい、あのインパクトかなというふうに感じてます。もう今回のその事業が一つ一つの積み重ねが今後につながっていくということなんですね。そうですね、はい、あの他の国、アフリカ全体でこの忍者というのはコロナの時にあの19カ国かなってやったんですけれども、はい、あの他の国ではその先もですね、あのもうちょっとこうスタートアップ、協力したスタートアップが次のステージに行くことを応援していたりですとか、あとはまあそれぞれの国がそういった方々をサポートする、このエコシステムを作る側の、まあ相手国の政府の政策とかですね、まあ、制度、そういったところにもあのつながっているので、まあ、個別の一つ の, あの取り組みではあったんですけど、その後に広がっているという実感は大変ありますね。ありがとうございます、はい、では続いての問いに参ります。続いてはこちらです。はい、若手はどんなスケールの仕事に関われるのかお伺いしたいと思います。海外の業務を行う際に現地さまざまな方と関わることが多いと思いますが、若手の時からこう現在を振り返っていただいて、業務に従事する中でまずどのようなスキルが得られたと思いますか？あ、そうですね、はい、まあ、ちょっとスキルっていう回答にならないかもしれないんですけど、はい、あのそのまあ論理的な思考力、説明力みたいなこうロジカルな部分と、はい、あとはこう実はこう感情とか思いとか、なんかそういう部分両方あるのかなというふうに思っていて、はい、あの前者の方で言うと先ほども触れた通りですね、あの日本が協力する意義とか必要性、この協力をするとどうなるかっていうことはきちんとこう紙に書いてですね、あの日本政府の方ですとか、あと相手国の政府の人と協議をしていく、まあ、いろんな方向に説明が必要なので、当然こう説明自体もあのロジカルではなきゃいけないですし、そういったこうあの調整するとか交渉するとか説明する、そういったところでこうあのプロジェクトマネジメントという意味で の, あの力っていうのはあの大変身についてきたかなというのと、はい、あとはですね、やっぱりこうもう一つの方をあえて強調したいんですけど、やっぱりこう働き始めてあの出会う場面とか、エジプトでじゃあ実際に視察をしてこういう人がこういうことを言ってましたっていうことですとか、そういったこうあの仕事をしながら、なんかこの問題も大事だなとか、これなんとかしたいよねっていう感情の部分っていうのも、彼氏も新卒で入った段階、はい、から収縮しているというよりは、むしろこうもっともっとっていうことで、なんかそういうことに出会えるっていうのがあるので、まあ、特に若手の時はですね、あの最初にお伝えした海外 OJT っていう3ヶ月のプログラムでインドに
行ったんですけど、まあ、その中でもやっぱ自分がこうこんなことをやりたいけどできないとかですね、こういうとこも課題なんじゃないかっていうことを非常にたくさん浴びたので、はい、なんかそういうこう仕事しながらその感情とか思いの部分も育める、そのためにこうキャリアとか、はい、仕事を高めていく必要があるっていう、そういった経験は本当に若手から、はい、どん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 今でも経験できてるなというふうに感じております。じゃあ若手はどうですか、どんなスケールの仕事に関われるんですか。結構うちの場合はなんかこう若手だからとか、当然社会人としてのこう基礎とかですね、そういったところはメンターのような職員がついてお話をするんですが、はい、入って早々に、はい、主担当としてプロジェクトをしかも複数任されることが多いので、私自身も1年目2年目の時に100数十億円っていうプロジェクトの、はい、立ち上げ、これをですね当然いろんな方のサポートをいただきながらですが一担当としてやり遂げたっていう経験がありますので、うん、はい、金額だけ聞くと非っていう感じだと思うんですけれども、はい、そういったことも全然あります。まあ、部署によってこう求める役割とか仕事の内容は違うんですが、比較的こう若手からどん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 任せることで経験を積んでほしいっていうカルチャーなのかなと思ってます。はい、うん、その一つ一つのプロジェクトは携わる期間っていうのは大体どのくらいになりますか。はい、ですね、大体一つの部署に2年とか3年、はい、いることが多いんですが、その 2,3 年で完結するっていうことはほぼないので、はい、常にこう後任前任からこうバトンを引き継いで受け渡していくようなイメージですね。短いプロジェクトも3年とか5年とか、はい、でかつ実施している前にこう立ち上げるためにも 1,2 年とかっていうスパンで携わるので、私もそのインド の, 森林分野のプロジェクトは、はい、まあ、実際にこう最後サインをするところまで1年ぐらい関わっていて、で実際に実施の段階はインド事務所にこうバトンを渡してということですね。息がすごい長いので、はい、ありがとうございます。あとは海外駐在、先ほど海外事務所への駐在必須ってお話ありましたけれども、はい、最短何年目でこう海外駐在になるものですか。はい、今の仕組みだと、はい、多くの人は、5年目新卒、そうですね、3部署目で配属になることが多いです。うん、最短は早い人だと3年目2部署目で駐在になる方もいらっしゃいます。はい、わかりました。はい、では続いての質問に参ります。続いてはこちらです。カルチャーについてお伺いしたいと思います。 JICA ならではのカルチャー、社風を感じる瞬間、こちらはいかがでしょうか。そうですね、同期とかと集まってお話をしていても、はい、全然こう興味関心分野ですとかキャラクターも様々なので、うん、まさにそういうこういろんな人がいろんなことを考えているっていうのが、はい、うちのカルチャーかなというふうに思ってます。はい、様々な方がいらっしゃる。そうですね、うん、ただその中でも共通してやっぱり、途上国のために何かしたいとか人のために何かしたいですとか、そういったこうコアとなるような、共通の価値観とかはあるので、なんか非常にこう楽しんでいて話していてお互いを応援し合えるような、そういった関係性かなと思っております。はい、グローバルに働く人が多いですけれども、海外での働き方がどういった働き方になるのか、はい、具体的に1日のスケジュール、例えば岡原さんの過去の場合でも構わないんですが、はい、ちょっと教えていただきたい。わかりました。エジプトにいた時は、午前中は日本がまだ空いてないので、はい、集中してこう文章を作ったりですとか、あとエジプト その政府の人たちと面談に行って、担当しているプロジェクトの今後の方向性とかを議論したりですとか、そういった活動ですね。であとは日本が空くと自分の担当しているプロジェクトの日本の担当者と連絡調整をしたりですとか、あとは1日は基本的にそのオフィスに通うことが基本なんですけど、はい、ただ国内ですね、せっかく現場にいるので、実際にプロジェクトの現場に足を運んで視察をして、関係者の声を聞くっていうことも定期的には実施をしております。
お休みと仕事のオンオフはメリハリはついてますか？そうですね、はい、特に駐在中は、エジプトの場合だと、8時半から4時半かな、はい、ちょっとそういった時間で動いているので、何でしょう、アフターファイブ的な時間もそれなりにありますし、はい、週末はきちんと休んでメリハリをつけてというところですね、はい、はい、ありがとうございます。では最後の質問に参ります。最後はこちらです。やはり気になる方多いと思います。語学力に自信がなくても入校できますか？やはりこう語学大事だなって皆さん感じてらっしゃると思うんですが、このあたりはいかがですか？そうですね、新卒においては皆さん気になると思うんですが、はい、その英語のスコアとか、うんうん、そういったことは要件にはしておらず、不問ということで、はい、ホームページでもご説明をしているところです、うん、ただですね、実際は入られたら、はい、英語かなり使いますので、一応目標のスコアとかはあって、で足りない分は自分で一生懸命研鑽を積むということになっております、はい、その語学が入校時点で必須ではないとすると、はい、じゃあこれはあった方がいいよねとか、ここはぜひ押さえておいてほしいなっていうものは何かありますか？そうですね、そういったこう例えば留学したことないととか、修士じゃないととか、はい、語学、あとボランティア経験、うん、そういったことを結構聞いていただくんですけれども、それらすべて不問ということでお伝えはしていて、まあ、一方でその何でしょう、こういった仕事を選ぶ以上はやっぱりなぜこういった仕事をしたいと思ったのか、うん、はい、でさらにはその仕事を、JICAに入ることをゴールとするのではなくて、入ってからどういうことを実現したいのか、いわゆるその志望動機みたいなところは、具体性はともかくそれぞれの人の思いっていうのはきちんと聞きたいなというふうに思っています。むしろその熱量の部分が大事だったりするんですか？そうですね、国際協力、JICA の仕事って非常にいろんなものが生きると思っていて、はい、私の場合はサッカーサークルで、結構大きい団体だったんですけど、いろんな立場でいろんな思いを抱えた人の中でどうチームをリードしていくかっていう、はい、そういったこう自分なりのリーダーシップとは何かってことを考えて実践してきたっていうのが自分のアピールポイントだったんですけど、人によってはこうロジカルに考えられることかもしれんし、人によっては何でしょう、行動力のところで、はい、行動してきましたっていうことかもしれないですし、なんかこうこういうものがないとダメなのかなというよりは、自分はこういうものを持ってるから、それって JICA の仕事で活かせるんだっけっていうベクトルでぜひ考えていただけるといいのかなと、はい、思ってます。はい、ありがとうございます。ではここからは最後のコーナーです。就活生が本当に知りたいあの質問に移っていきます。先輩就活生1500人に説明会で聞けなかった本当に知りたい質問について、業界別アンケートを実施してピックアップした1問についてセキララにお話ししていただこうというコーナーです。今回はこちらです。初期配属の勤務地は、このような質問が気になる学生さんが多くいらっしゃるようですが、いかがでしょうか？はい、これは確定的なことはお伝えできないんですが、はい、実績を見てますと最初の部署は東京になる方が大半かなというふうに思っております。駐在はですね、いきなりっていうことはなくてですね、はい、実際に、複数部署を経験してから行かれることが多いので、地方にも拠点があるんですが、多くの方は東京に配属になるかなというふうに思ってます。はい、分かりました、はい、ありがとうございます。ちなみにせっかくなのでお伺いしたいんですが、はい、こう民間企業とは一味違うじゃないですか。どうして岡原さんは JICA に入校しようと決められたんですか？はい、ありがとうございます。私もともと外交官っていう仕事に憧れがあったので、はい、その中央省庁か JICA かっていう最後はその2択で迷ったんですけど、そういったこう頭で考える部分、日本が国際社会の中でもっともっとリーダーシップを発揮できるとしたら何だろうとかっていうのはあるんですけど、どちらかというと最後は仕事を通じてどういった人に出会えて、自分が何をした時に誰が喜んでくれて、それがどういう経験となって自分の人生として
こう豊かな経験が積めるだろうってことを想像したときに、まあ、JICA っていう職場はいろんな国に行けていろんな人と関われて、それって単純にこう何でしょう、ワクワクするなと思えたっていうのが、最後心の本音だったかなというふうに思ってます。その判断は実際どうでした？そうですね、はい、今でもたくさん友達増えてるかなと思いますし、今後自分のキャリアがどうなっていくかってことについても、積極的にわからないっていうところがあって、まあ、自分自身こうしていきたいと当然あるんですが、はい、また思ってもない国に行ったりとか、まあ、出会うと思ってなかった人に出会えたりっていうのが多分たくさんあるんだろうなっていう、はい、そういうワクワクは今でもなお続いているかなと思います。ありがとうございます。はい、ではそろそろお時間となってまいりましたので、最後に今後の情報などについてもう一度お話しいただけますか？はい、ではですね、まず一つ目ですけれども、先ほどご案内したホームページにですね、我々理事長からのメッセージですとか、一部ご紹介した人事制度、その他、まあ、駐在ってどうなんだろうとかですね、キャリア形成支援制度気になる方多いと思います。ぜひですね、インタビュー記事という形でそれぞれの目線でお伝えしてますので、ぜひご覧いただければと思います。2つ目ですね、今日のお話を聞いて少しでも関心をお持ちいただけた方は、ぜひマイページにご登録いただければと思います。私自身も大事にしているものとして、ぜひうちの職員多様だとお伝えしましたが、実際に会っていただいて そこをですね実感いただきたいという思いで、職員との接点、これをですねなるべく作りたいと思っておりますので、そういった座談会ですとか社員訪問、こういったことをぜひですねご活用いただき、今後の理解を深める一助としていただければなというふうに思っております。はい、私から以上です。次回のワンキャリ企業説明会もお楽しみに。この時間は JICA から大川さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。